アドレスからフォローのクラブヘッドストロークを測定し、さらに、テイクバックとテイクダウン、そしてフォローをそれぞれ分析測定をした。アドレスからフィニッシュまで、標準スピードで測定。アドレスからトップまで、標準スピードで測定。トップからインパクトまで、標準スピードで測定。インパクトからフィニッシュまで、標準のスピードで測定。アドレスからフィニッシュまで、リアルタイムの10倍。アドレスからトップまで、リアルタイムの10倍。トップからインパクトまで、リアルタイムの10倍。インパクトからフィニッシュまで、リアルタイムの10倍速。ご視聴ありがとうございました。